市民の皆様、職員の皆様、市長の坪井でございます。今新型コロナウイルスの感染爆発を防ぐため国民を挙げて外出自粛に取り組んでいます。これは医療崩壊の危機を乗り越えるためのものであります。この瞬間も大事な命を救うため自らの感染リスクを抱えながら最前線で全力を尽くしてくれている医療従事者の皆様がいます。そのような命をケアすることに従事しておりますケアラーと呼ばれる人たちに感謝と拍手、クラップを送るクラップ・フォー・ケアラーズの動きが世界中で生まれています。茨城県でも大岩知事がこの運動に取り組んでいます。霞ヶ市、糸島市、これに賛同し合わせまして介護や保育など命のケアに関わる全ての人たちをたたえ応援をしたいと思います。私が合図しますので参加できる方はどうか手を休めお立ちをいただきまして30秒間の拍手をお願いをいたします。手続き中の市民の皆さんもぜひご参加ください。クラップ・フォー・ケアラーズの合図で感謝の拍手をお願いいたします。それでは私たちの思いを届けましょう。クラップ・フォー・ケアラーズ。